ということで、今回あから生まれ50音で始まる食べ物どっちが早く食べきれるか。なるほど。で、2対2でやりたいなと思います。はい。ということは、内藤はこのポジションにいるということは GM。 任せてください。まあちょっとライズアップやってるんで、ちょっとの期間内藤 GM やることが多くなるかなと。 GM 専門になります。うわー、よろしくお願いします。あから運で始まるもの、まあ商品名であれば商品名、ほうれん草とかだったら商品名ないんで、はい、なんだろう、緑の大地みたいな、もしあったとしたらそういうのはなしで。なるほど。たまにあるけど。ありそうだな。順番に食べなきゃいけない。あいうせとかはなし、はい、で判定は内藤にしてもらいます。ゆるくいきますよ。あー珍しい。ありがたいな。そう宣言するの珍しい。で、料理する場合は例えばあと、いとうのものを料理したら OK で、最初にうの食材にたどり着いた人たち、はい、で、うの食材はなかなか売ってなかったんで今回用意してます。じゃあな、沖縄の食べ物ですね。じゃあチーム決めますか。はい、まあここは TK 兄弟 VS SO 兄弟でいく。わーリベンジ。リベンジできますか。あの交渉のね、うん、いやこの前リベンジしたいってね TK 兄弟言ってましたから、リベンジになるのかそれとも SO 兄弟が逃げ切るのか、じゃあ注目ですね。それでは皆さん、チャンネル登録ボタンを押して赤から灰色に変えましたか。それでは行きましょう、買い物ということで、買い出し行くところからスタートなんで。はい、なるほどね。買い出しの時間ももう含まれる。さあ、それでは行きますよ。はい、赤から生まれる食材買い出し、よーい、スタートです。よっしゃ、さあ、じゃあ、早く行け。違うところで、俺を置いていけ。早く行け。さあ、この時間も含まれてます。さあ、ということで、どっちが入ってくるのか皆さん予想してください。ここでね、やっぱね、時間を短くしといた方がかなり有利になると思います。さあ、みんな、歴史的この対決、最後まで見逃すんじゃねえぞ。俺が後半、ハマやらわのとこですね。はい、で、おっくんが前半のあから。わかりました。じゃあ、またまた。じゃあ、行ってきます。はい、行きましょう。あ、ずっとついてきてる。結局ちっちゃいものの方がいいけ、そうなるとやっぱ駄菓子系だと思うよね。もういかにちっちゃいのを狙うか。そう、豆腐、豆腐食べにくいな。食べれる食べれる、得意得意。はい、帰ってきた。なんとちょうど同時です。マジで。さあ、同時に帰ってきました。はい、むずい。手洗いして食べましょうか。はい、手クリアです。え、手食べるんですか。手洗いは手です。どういうこと。ジョー君、食べていきますか。はい、水は自由で。あ、それはいいじゃなくていいのね。言わずのいい。確かに。あ、アンパンマンチョコ。あ、はい、正解。さあ、はい、アンパンマンチョコ完食。お、早い。あ、R1。 おぉ、セーフ。さあ、来るか。はい、いい。イチゴ。もちろん来て。クリア。さあ、R1 最後クリア。同じですよね。でかいイチゴ。さあ、まあ今のところはね、もちろん同時ですよ。まだ差は生まれない。いい。イカ姿フライ。よっしゃい。え、イチゴ何個。4つ。え、4つ。うわ、めっちゃいいやん、かっこいい。うわ。さあ、そしてイチゴもクリア。はい。え、え、うだよ、うだよ。あ、うか。あ、はい、うや、あ、ゼロじゃない、ゼロじゃない。う、うまい棒。はい、チームはクリア。さあ、そしてオッくんがキッチンへ向かった。これなに、なんかついてる。足になんかついてる、イチゴの。やばいよ、追いつかれるよ。あれ、先に作るのはありなんですか。いや、調理の順番も一つずつ合わせるのはありだけど。うわ、おっくん、やばいよ。さあ、その間に、はい、チーズクリア。うまい棒。もちろん、うまい棒。うわ、パクった。うわ、パクってない。いったらいったい。うまい棒、はい、はい、オッケー。そして A はエクレア。お、一歩リード。オッケー。やっぱり一人は舐めて、一人は下がそうだ、これ。はい、エクレア。はい、エクレアいった。さあ、続いて、お、お、おやつ昆布。おやつ昆布。よっしゃー。はい、いいですね。さあ、おやつ昆布いったら、アギをクリアです。簡単。あ、来た。え、えは、エビのトマトクリームパスタ。オッケーです。はい、オッケー。これね、食べるよりも差がそうの手間だから、次のやつが見つかりやすいように、あいうえお順とか、赤さまが順とかで並べるとのがいいです。いいわ。はい、おやつ昆布いったよ。もういった。さあ、TK 兄弟、アギョクリアです。おっしゃ、アギョクリア。カプリコ。オッケー。うん、じゃあ、これの準備したっけ。君のトマトクリームパスタ。はい、クリアです。はい、続いて、お、はい、おこげ醤油せんべい。正解。じゃあ、おっくん、俺食べてるんで準備お願いします。はい、はい、KK は次の木ですね。金蔵。うわ、オッケー。頭いいな。料理しようと思ったんですけど、レンチャンコンボなかなかできないんですよ。確かに。コンボさせようと思ってもむずい。結構むずいですよね。途中でお菓子とか入っちゃうのね。そうなんだ。次のを出しておいていいよ。おっと、頑張りがきた。クリア。さあ、先ほど準備してたキヌガ。
絹豆腐。はい、どうぞ。ありがとう。揉めてますか？やばい、今回前半オックンに買ってもらったのよ。あ、分けたのね。たくさん入ってるの買っちゃった。オックン、そういうとこあるけんね。コンポタージュでしょ、オックン。いなくなりました、彼は。飛んだ。自分でどっち持ってってたじゃん。コンポタージュだ。コンビから前回の逆ですね。はい。業務スーパーの時さ、逆で。やはり血のつながりは強いんです。な、オックン一回落ち着いて。おこげ醤油せんべい、はい、クリアです。はい、絹豆腐、クリア。完食。家業いきます。カニカマ、はい、クレープ、カキクのクレープ、はい、はい、OK です。次の準備しておきます。はい、さあ、一応見せてください、その、はい、一つのことを。ケール、え、売ってて、ありました。ケールなかったっすよね。俺らの毛も独特、ないっすか。ケールあったんだ。ケールあった。カニカマ完食。はい、行きました。きなこ大豆、きなこ大豆 OK です。クレープ早く。はい、来ました。すごい。まあ確かにケールは茹でないといけないんで、ちょっと時間かかるかもしれないですね。ちょっと追いつけるかもしれないよ。はい、完食。はい、クリア。つっ、クラムチャウダー。クラムチャウダー。はい、 OK です。きなこで口パサパサになってるよ。一旦前半はあの奥に買ってもらってるんで、ちょっと後半俺作る係になる、多分奥。あ、ありがとうございます。 TK 教では一緒に買ったの？はい、全部一緒に買いました。あ、なるほどね。あ、だから物が把握できてるんだ。把握してます。だから俺はここで知ります。なるほどね。奥くんの焦った顔が伺いますよ。いっぱいまだスープあるんで。スープでいっぱいあります。TK うまいわ。小物が多い。結構ね、小物類多いですね。オッケー、俺ので大逆転できるから。マジっすか。はい、かっちょよ。グラムチョウザ来ましたよ。はい、ありがとうございます。うわ、ケールちっちゃくなった。よっしゃ。タイガ、KK でいいじゃん、食べんの。うわ、耳とかちょっとだけ食べる。うん、いや、でも全部食べなきゃいけないよ。うわー、なくなっちゃう。こんなのダメ。ケールいただきます。さあ、グラムチョウザも、はい、シンベラ飲み終わって、もう完食。さあ、並んだ。奥、K 行っちゃって。はい、こちら、削りカツオです。ケール完食しました。はい、OK。 続いて、コですね。紅茶ドーナツ。おー、面白い。紅茶ドーナツ食べました。はい、OK。 作業完了。続いて、作業に入れないか。サラダ。はい、いいね。じゃあサラダに、はい、シラスを足します。出たー、初めてのコンボ。じゃあ、奥コンボいっちゃおうぜ、これ。手の削りガイスにコンポタージュ。はい、OK です。はい、そしてこっちさらに足します。すりごま。すごい、3連コンボ。すごい。さあ、3連コンボと2連コンボ。うわ、こっちもなんか餌みたいになってきてる。どっち見ても鳥の餌だって。入れます。はい、あ、いいね。うわ、え、楽勝じゃん。なんだこの食べ物。嘘だろ。うわ、これ嘘だろ。怖っ。いただきます。渋谷さん、すいません。カツオ節。渋谷さんにこんなもの食べさせる気がするか。俺の失態ですから。カツオ節コンボだ。あ、うまい。これだけでいった方がいい。はい、いける。おー、よかったよかった。あー、よかった。うまいんだ。さあ、2チームとも、これはコンボじゃないです。魔改造したの。はい、オッケー。はい、オッケーです。クリアです。そして次、せ。はい。生乳飲むヨーグルト。生乳、オッケー。これ生乳なの？生乳です。これ生乳って言うんだよ。違います。小祝いだけ生乳なんです。うわ、そうなんです。それ調べました。うん、はい。一緒のこと調べてるね。本当ですか。はい、完食。はい、クリア。削りガツオとコーンポタージュ完食です。はい。はい、オッケー。次。はい。サケイカ。オッケーです。ありがとうございます。さすが。ありがとうございます。いいね。はい、クリア。完成しました。じゃあバトン次いくよ。続いて私、ソイジョイ。ソイジョイ、うわー、すごい。はやっ。サキイカ完食。はい、完食。はい、シュークリーム。多いんじゃない。そう、ソイジョイ完食。はい、完食。タイの刺身です。すごい。よっしゃ。はい、シュークリーム完食。はい、クリアです。よっしゃ。さあ、タイはね、食べやすいですね。刺身系はいいですね。はい、はい、完食。はい、完食 OK です。そしてタッチ。はい、1ですね。チュッパチャップス。いいね。これただ時間かかるよ。スンドゥブチゲ、いただきます。はい、スンドゥブチゲ。珍しい、オックンの箸が進んでないの珍しい。メンタルがやられとる。もうさ、サークルのパーティーぐらいあるじゃん。確かに。さあ、チュッパチャップスちょっと苦労してますね。はい、頑張った。はい、OK です。マジで早いね。うん、スンドゥブチゲ。はい、クリアです。 OK です。なんだ、あー、背がなかったんだ。はい、赤飯。え、なんだ、ずるしてない。
これどうします？ちゃんと出してや。ちゃんとして。ねえねえねえ。ちゃんとして。赤飯。はい。3パック。ツナコーンサラダ。おー、いいですね。ありがとうございます。新規どうですか？これ3パック食べる必要ありますか？そしたら、TK 兄弟も何か多かった時に、1回。省くことができるっていうのはぬかきゅうりってのが出てくるんですよ。はい、この時1本でいいですか？それ1本でいいですか？1本でいいですか？いいよ、いいよ。ありがとうございます。じゃあ1泊でいいですよ。はい、はい、やったー、優しい。関さんは1泊になりました。そう、調整で50個食べるって大変ですね。いや、SO 兄弟すごいよ。あ、違う、TK 兄弟。そう、自分たちです。疲労困惑。はい、クリアですか。はい、クリアです。鉄分補給ゼリー。いいね。いや、あのね、内藤さんのいいねもらえたらめっちゃ嬉しくなる。あるね、ゼリーずる。で、なんだこっち。で、完食。はい、クリアです。豆乳でまろやか春雨マヨサラダ。オッケー。ありがとうございます。さあ、これでタゲ終わりです。食べたら、あ、これ食べたら一行差差が生まれます。じゃあ俺は次の用意します。はい、納豆。オッケーです。ありがとうございます。ありがとう、オッケー。さあ、関キャンです。さあ、関キャン、どうですか、お腹の具合は。2チームともまだいける。まだ余裕。俺7割っすね。マジで。はい、結構お腹溜まってそうだね。8。いや、結局お腹の具合がちょっと心配です。食べてしまっか。はい、クリアです。はい、クリアです。納豆いただきます。はい、じゃあ次の準備しとくわ。お願いします。乳麺。うまっ。ありがとうございます。そのまんまレモン。いいよ、これいいよ、これいいよ。これで勝ったらすごいよ、くん。さあ、そのまんまレモン一気に口に流し込め。はい、ぶーん。およ、いきました。そうか、追いつける、追いつける。さあ、タギョ。タギョいきます。はい、あれじゃない、おっくん。やべえ、ハラコクリームパスタ。好きだね。ハラコクリームパスタ、それ。スープパスタ。そこなんでいっぱい見つけたんだろうね。てか、タラコとかもあるじゃん。タラコクリームスパスタがあるんだったら。納豆完食です。はい、オッケーです。はい、じゃあ乳麺食べます。オッケー。おお、先ほど出ましたぬか漬け。あ、1本こちら1本。はい、オッケーです。準備してます。これね、完食しました。はい、オッケーです。さあ、来ました。はい、足取り重っ。さあ、脱いだ。ちなみに、おっくんは今日の朝、ああ、言うの、餃子70個食ってる。だからだよ。言われたー。だからだよ。スーパーで探してるとき、ニンニク臭かったもん。めちゃくちゃ餃子食っちゃったのよ。おっくんの餃子70個は想定外だったな。僕も想定外でした。1分2個？いや、モーニング大食いです。何モーニング大食いって。あの有名なルーティーン、ルーティーンかと思ったら。そう、ぬか漬け最後の1個食べたー。ぬ、クリアです。はい、たらこクリームスープパスタ完食。はい、たくみや。はい、ね。はい、ネスカフェゴールド。いいですね。ずるい。ありがとうございます。あのね、チはね、じゃん、チョコボール。お、いいね。よし、じゃあ、いくよ、ちょっとお願いします。つです。つがね、ちょっと料理必要なんですよね。お、つみれ。はい、オッケーです。ネスカフェ完食。はい、はい、何を最後の、なんでしょうか。飲むヨーグルト。きたー。よっしゃー。よっしゃー。飲める。いや、ごめん、タッポタッポなんだけど、なんか。あー、もうお腹もね、やっぱりきつくなってきますね、折り返し。ワイドワイド。オッケー、次の準備していいですか。はい、お願いします。ハンバーグ。おお、ちっちゃいハンバーグ。ちっちゃいのあったんすよ。いいね。はい、ということで、これ一気にクリア難しそうなんで、残り15分で一回区切ります。はい、両チームとも。はい、とりあえずチョコボール完食です。はい、ありがとうございます。そしてつみれ出来上がりました。はい、おいしそうにできた。はい、つみれ完食。はい、クリア。ではこちら、はい、照り焼きチキンマヨ巻き。はい、オッケーです。俺全然余裕。まだ余裕。お腹はまだいけるんですね。照り焼きチキンマヨ完食です。はい、完食。豆乳ビスケット。はい、オッケーです。飲むヨーグルト完食。はい、クリア。はい、できました。あー、ちょっとハート型にしてみました。イライライラ。さあ、残り6分です。はい、豆乳ビスケット完食。はい、完食。さあ、何行に入りました。はい、納豆巻き。はい、オッケー。なんだった。納豆です。巻かなくてよかった。巻かんでいい。負けた。あ、いろんな意味で巻いてますね。はい。ハンバーグ完食です。はい、オッケーです。僕、とりあえずこのターンは俺行くわ。お、かっこいい、渋谷さん。続いて、こちら、ひじき。はい、オッケーです。はい、完食。さあ、渋谷が連続で乳酸菌スムージー。はい、オッケーです。
うわ、すごい、渋谷さん。あ、いいですよ、追い上げてますよ。はい、入札金選手クリア。ありがとうございます。ぬ、ぬれせんべい。やったー、ファミリーサイズ。ファミリーサイズ。お、コメント少ない、少ないじゃん。お、少ない。10枚入ってます。10枚やった。おっくん、餃子今日朝70個食べてるんで、一人1枚にしてほしい。一人1枚。ええー、一人1枚。じゃあ餃子70個食べてください。いや、そうだし、正直それ知ったことないけど。じゃあ、それ4つで2個ずつで、はい、うん、2個ずつで、それで寝れてない1枚ずつで。ありがとうございます。はい、ひじきに完食です。はい、行きましょう。続いて、フですね。フライドチキン。はい、OK です。一口でも食べてたらセーフです。噛むこか。じゃあ、ヘーゼルナッツ。ヘーゼルナッツ。さあ、ただまだ食べてからですよ。はい、残り10秒です。さあ、フライドチキン、いったか。濡れせんべい完食。はい、OK です。次いきます。はい、とりあえずここまでにします、僕たち。はい、OK です。さあ、3、2、1。ちょっと待ってください。フライドチキン食べてなかったっすよね。どうぞ。完全にそれはあーっとね、次の時まで持ち越しです。もうね、水、あと水ついちゃうね、ほぼ全部なんですよ。はい、ということで、はい、前半戦終了ということで、はい、ちょっと休憩しましょう。はい、はい、ただここでおっくんが多分回復ちょっとするはずなんですよ。はいはい、なんで後半勝てます。なるほど。はい、じゃあ少し休憩して後半戦お楽しみに。チャンネル登録よろしく。ということで後半戦です。よっしゃー。はい、また別日です。はい、ちなみにどこまで行ったんだっけ。渋谷 SO 兄弟チームが沼でクリアです。おお。そして TK 兄弟がフマでクリアしてます。はい、なるほど。結構リードされてますね。そう、結構リードあります。やばい。だから今回はもうやべえっすよ。追い上げよう。けど髪も切ってますからね、僕。今日に合わせて。俺だけ髪染めたけどね、はい、この間に。じゃあ行きますよ。よっしゃ。それでは、はい、後半戦よーい、スタート。よっしゃ。 TK 兄弟はヘーゼルナッツから始めます。根からネギ。ネギ。はい、OK です。はい、ちょっと持ってくる。あー、すいません、ありがとうございます。食べました。はい、早い。お、ほうじ茶。はい、OK です。ありがとうございます。奥行ける、これ一人。はい、行きますよ。一瞬だよね。余裕余裕。本格的で一気にかき込む。ほうじ茶会員。はい、行きます。ほうじ茶会員。ネギ。はい、OK です。マグロ。はい、OK、 大丈夫。ぶっかけて。終わりました。はい、はい、これは二人食べよう。次は、次、はい、ナイト。はい、飲むヨーグルト。はい、オッケーです。これでナギョが終わります。 SO 兄弟チーム。え、次は歯。そうです、歯です。次、歯ショック。お、早いよ。ハイチュウ。はい、OK です。マグロ完食。早い、オッケー。み、みかん。はい、オッケーです。急にレベルアップしてる。さあ、両チーム真剣です。うまっ。奥、やば。やばい、一気に一口でいった。さあ、このリードを守りきれるのか。はい、はい、みかん完食。はい、行きました。マミ、ム、ム、麦茶。行ってくれ。オッケー。さあ、ハイチュウ、噛むのが時間がかかる。麦茶会員。はいはい、はい、メンチカツ。はい、オッケーです。これやばいよ。さあ、面積は小さいが飲み込むのに時間がかかる。ハイチュウ。さあ、そしてメンチカツは早い。よし、あと1個置いて。さあ、ハイチュウ全部口には入った。はい、はい、メンチカツ完食。オッケーです、クリアです。そして、も、はい、もみじまん。多いですね。うわー、次。ハイチュウ完食。ハイチュウです。続いて、一口焼きイワシ。一口焼きイワシ、オッケー。さあ、一口。あ、うわ。はい、そしてもみじまんじゅうもいって、マギョクリアか。もみじまん、完食。まだです、飲み方完食。オッケーです。いや、いよに入りました。野菜ジュース。オッケーです。野菜生活です。野菜生活です。一気にいって。矢の次のゆで卵。はい、オッケーですね。ちょっと準備しておきます。はい、準備。イワシ食って。はい、完食。あ、はい、クリア。フルーツオレ。はい、クリア。全部奥行こう、今日。これは早い。飲み物は早いぞ、これ。野菜生活会員。はい、OK です。はい、会員。はい、OK です。ヘーゼルナッツ。お、同じく。ヘーゼルナッツ。はい、これはちょっと2人でもすぐ行こう。はい、塩。はい、ゆで卵いただきます。はい、どうぞ。塩かと思った。さあ、一口で。さあ、ガチンコ勝負。後半戦勢いが違う。さあ、飲み込んでからですよ。あ、はい、OK です。完食。はい、OK です。続いて、ほ、これもすぐ、ほぼカニ。ほぼカニもじゃない。はい、食べた。食べました。はい、OK です。よ、ようかん。おいで。よいしょ。はぁ、OK、そのままいった、すごい。ほぼカニ出ました。ラディッシュ。はい、ほぼカニ完食。ほぼカニ完食。洗っといて、洗っときます。マギョウね。はい。マカダミア。はい、OK です。さっき食べた、これ。似たやつ。さあ、そして、KK がラディッシュをこちらで調理します。さあ、その間にマカダミアナッツ。そうですね、これも早い。葉っぱを剥い
て食べるということで。羊羹食べました。はい、クリア OK です。ラディッシュ、かわいいでしょ。はい、OK です、ラディッシュ。いただきます。あ、はい、マカダミア完食。宮古昆布 OK。 はい、はい、はい、クリアです。ラディッシュクリア。リンゴジュース、はい、OK です。さあ、宮古昆布、さあ、奥も流し込む。はい、宮古昆布完食。はい、クリア。はい、蒸しサラダ。はい、オッケーです。違う、蒸しサラダ豆。はい、オッケーです、クリア。続いて、ルック。はい、オッケーです。あともう一息。はい、頑張って。さあ、豆。あ、はい、クリアです。完食。続いて、目、メンチカツ。はい、オッケーです。いける。さあ、TK キュアでちょっと余裕の表情が見えてますね。はい、ルック監督。監督です。レ、はい、レッドブル。いいね。はい、オッケーです。さあ、レッドブルを半分に分けて。はい、メンチカツ完食。はい、オッケーです。早い。もっちりよもぎくん。でけぇ。短いのなかったん。なかったんや。ロング監督ってないの。あ、はい、じゃあ5秒キープ。5、4、3、2、1、どうぞ。ありがとうございます。すいません。バキ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 。目が覚めるんで。はい、さあ、お団子早い。お団子もう口に入れた。炭酸飲料がいける。いける。兄ちゃんいった。お兄ちゃん見せてる。はい、完食で。はい、OK です。はい、完食。はい、同時に OK。 いけるぞ、いけるぞ。ヤクルト、ヤクルト。ローストビーフ。あー、これはやってこよう。さあ、ローストビーフが時間かかる。その間にヤクルト。さあ、ここで一気に巻き返せるか。ローストビーフがかかる時間かかる。こんなに乳酸菌届けて大丈夫かな。一度に3本。いや、でもこれはね。オッケー、ゆで卵皮ごといける。殻ごといける。ゆで卵。いや、突っ込みたいんですよ、僕も。その、二つ同時にやると無理です、僕。食べながら。はい、ヤクルト完食。はい、ヤクルトです。はい、次、ゆで卵。はい、ごめん、こっち、麦入れてなかった。SO 今日でチャンス、しかも電子レンジの時間まで。くそー、ミスったか。やばい、もういい、もういい。はい、完食。はい、ヨーグルトメット。はい、ヨーグルトです。はい、そして、ロ。はい、ローストビーフ。その後、和ですよね。そうです。和、わさび。え？うわー。これはありました。あ、売ってるやつ。ちょっと売ってた。ありました。ただでもらえ、買ってないでしょ。ただでもらえるやつ。これ違うでしょ。これはちょっと入ってますね。いきました、ヨーグルト完食。はい、OK。 審議。正直ここは賭けに出ました。これはアウトですね。買ってこい、買ってこい、ケンちゃん。わ、買ってこい。ローストビーフ食べよう。食べよう。わ、買ってきて。よし、いける、いける。オッケー、いける。ラムネ。ラムネ OK です。さあ、ここでなんと切りたいミス。まさかの和を買っていなかった。わさびで死ぬほど売ってた。さあ、和を見つけることができるのか、経験。しかもでかいね。ラムネ完食。はい、OK です。さあ、はい、リベラ。うわー、 OK です。チャンス、大チャンスです。はい、しかもこっからもう僕めちゃくちゃ簡単ですから、作業は。さあ、ここで一気に追いつきたい。そう、カウイ君は黙々とローストビーフを食べるが、なかなか量が減らない。まあ、ケーキが何を買ってくるかですね。まあ、買ってこなかったのではありません。確かに。あ、はい、行きました、クリア。ルック。あー、一緒、オッケーです。じゃ、チョコ俺行くわ。ルック完食。はい、オッケーです。レモンケーキ。おー、いいですね。いける、いきますよ。いけんなよ。おいしい形してる、これ。さあ、もう一つ差に迫ってます。 KK が戻ってこないことには進めません。先にどうか、何が出てくるのか。ローストビーフ完食。はい、OK です。さあ、ここで両者並ぶ最多。レモンケーキ完食。はい、はい、ロー、はい、でかいの声。ロータグランパスティチュリアドルティナファです。もうコツ見つけました。難しいひらがなは海外のお菓子にある。さあ、これは簡単にいくぞ。ブランド名ってことですか。いや、これはもうベストチョイスでしょ、渋谷さん。さあ、ここで並んだ。完食。ここで完食。さあ、ついに逆転だ。和もなかったんですよ。なかった。ただ、このわさびを取るような行為はしません、僕。なってるわ。こちら、わさビーフ。はい、オッケーです。わさビーフいいですね。はい、もうゆっくり食べましょう。どこや、全然いっぺんに食べらんない。はい、あった。どこ今帰ってきた。お、来た。うそ、来たナイス。ワッフル。おい、ナイス。あ、もうよけけさあ、うんじゃな茹でてうんじゃな茹でるね。さあ、並んだ。ついにすごい。ナイス、2勝目。さ、天才ワッフル。
さあ天才的なワッフルが出てきた。天才だ。さあ面白い勝負になってきた。俺はさあ渋谷 KK はジャナーの料理で、そして二人は食べ進む。これは歴史に残るで勝負だ。初めて誇りに思ったわ今。確かに救世主に見そうね。かっこよかったですよね。かっこよかったね、入ってくる瞬間。ワッフルワッフル完食。はい、ワッフル OK です。ちょっと見てて。オッケー。さあその間に大津くんも。ラーメン粉。はい、オッケーです。オッケー、ここに甘たたしい。さあさあ、あげた。みんなでさあ S を兄弟はもう通りかかる。え、これ食べれんのかな。さあ両者同時です。さあ同時。食べれんのかな。いただきます。いただきます。さあ食べれるのか。くるくる。苦い。ジャム感がすごいけど最後はデッドヒート。苦い。さあマヨネーズたっぷりかけて、こっちはごまどれ。さあ KK 全部まずはじめ口に入れ込んだ。さあそして渋谷も入れ込んだ。さあいた。さあ両者とも口に入れた。どちらどっちなんだこれは。さあ先に合っていったお口です。さあ飲み込んだお口です。さあどっちか飲み込む。さあせーの、あー、やりたー。勝者勝者勝者兄弟。やったー。めっちゃ嬉しい。これは歴史的勝負。うわーすごい。いやほんと最後もう SO 兄弟がわさび食べ始めた時はもう絶対勝てないと思ったけど、そこからまさかの最後に。もうちょっと早く急いでるわ。ウサギとカメの童話みたいな。ゆっくりわさび食べてたら最後追いつかれて、俺らも追いついて。やっちまったー。最後カメがダッシュできてワッフル持ってダッシュでした。いやーすごい。だから両者ともすごい戦いでした。素晴らしい。いやーすごい。これは乾杯。でも ID にとって不足なかったっすね。口数少な。僅差だからこそ悔しいよね、余計。そうっすね。いやー2つの意味で苦いね。うわーうわ本当に。じゃあな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 。終わってないよ。